ちょっと本当に最近の話で、7月に中国高速鉄道の事故が起こったのは皆さん記憶に新しいことだと思うんですけども、これ犠牲者の数が、まあ、32人とか35人と言われているんですよね。で、まあ、皆さんおのおのなんかいろいろニュースとかでいろいろ聞いたと思いますけども、これなんで35人って発表があるのかと、これちょっと疑問に思うところがあるんですよ。ちょっと中国で今まで起きたこう大事故の犠牲者の数のちょっとまとめた表があるんで、それちょっと皆さんご覧ください。93年から2009年まで中国国内で起きたもう大事故だとかで犠牲者が出た数なんですけども、横の数字皆さんちょっと見てくださいよ。大体35人32人33人まだなんかハンコで押したみたいな感じの、これが中国国内で起きた、未だかつて起きた大事故と言われてる事件なんです。これ35って数えらい気になるなと思うんですね。それ以上の事故ってあるだろうと思うんですけども、実はですね、中国というところはなんかその地区でいろいろ事故が起きたりしまして、36人以上犠牲者が出た場合にはその地区の共産党委員の幹部の方が処分されるという、そういうふうな噂がどうもあるんです。だから実は今回の高速鉄道の事故も35人以上圧倒的にいたけども、その地区の共産党員の幹部の方が処分されないように、電車の中にもまだ犠牲者の方とか行ってらっしゃる方もいたにもかかわらず、それを証拠隠滅するために先に埋めたんじゃないかと、信じるか信じないかはあなた次第です。ちなみになんですけど、他の外国の保険会社とかが調査したんですよ、はい、そうするとおそらく犠牲者が259人以上いるだろうと言われているんです。ちょっと謎の多い国だということですね。